ノルウェー、ノルウェー王国、ノルウェー王国、通称ノルウェーは、北ヨーロッパのスカンディナビア半島西岸に位置する、立憲君主制国家である。首都は、半島南端部に存在する、オスロフィオルドの奥に形成された、港湾都市のオスロで、東に、スウェーデン、ロシア、フィンランドと国境を接している。国土は南北に細長く、海岸線は、北。 大西洋の複数の海域、すなわち、スカゲラック海峡、北海、ノルウェー海及びバレンツ海に面している。海岸線には多くのフィヨルドが発達する。このほか、ノルウェー本土から約 1000km、キロメートル離れた北大西洋上のヤンマイエン島は、固有の領土の一部として領有され、スバールバル条約によりバレンツ海のスバールバル諸島を領有している。 南大西洋二部部島を俗領として持つによる交付対交付祉の福祉国家として知られ、OECD の人生満足度、ライフサティスファクションではスイスに次いで第2位となった2014年。正式名称はノルウェー語のブークモール、ブックモールでは2位の宿、ニューノースックでは、サーミ語では、脳が、脳がゴーナガスリカ、英語による表記は、 キングダム・オブ・ノールウェイ、通称ノールウェイ、形容詞はノルウェギアン、日本語による表記はノルウェー王国、通称はノルウェー、ノルウェーとも、古くはノールウェーと表記された。漢字による表記はノルウェーで、ウベと略される。スカンディナビア半島の西岸に位置し、北極海及びノルウェー海に面し、海岸にはフィヨルドが発達している。国土は、 北緯57度以上という高緯度地帯に位置しているが、北、大西洋海流の分子である暖流の、ノルウェー海流の影響により、不登校であるほど温暖である。このため、バルト海沿岸よりもノルウェー北部は、穏やかな気候となっている。また、陸地のほとんどを、スカンディナビア山脈が占めるため、平地はないに等しい。最高地点はにあるガルフピクンであり、 標高は2469メートル M。面積は、ツバールバル諸島などを含めて、約38.5万平方キロメートル、キロメートルで、日本よりわずかに広い。ただし、資料によっては、ツバールバル諸島を実地領とみなし、国土面積に含めないことがあり、その場合は日本より狭い値となる。南極大陸のクイーンモードランド及び、 南太平洋のペーター一世島の領有を主張しているが、領地は南極条約により領有権が凍結されている。ノルウェーとロシアの間でバレンツ海における領海の境界線の行為が得られていないことにより、当面の間両国によって共感されるグローソネン、グレーゾーンと呼ばれる海域があったが、2010年9月15日に両国は境界確定条約に調印した。 サセイウが降り注ぎ、国連環境計画、ユネップの1986年調査では、666万ヘクタールのうち26%に当たる171.2万ヘクタールが被害面積であった。2011年の統計によると、ゲルマン系のノルウェー人がほとんどで82.0%を占める。その他、スウェーデン系1.6%、 デンマーク系1.0%、他に少数民族のサーミ人1 2万人がいる。残りは移民であり、2010年には移民人口は55万2000人と全人口の11.4%を占めている。その内訳は、ポーランド6万610人、スウェーデン3万4108人、パキスタン3万1884人、イラク。 27,827 27人、ソマリア、27,523人、ドイツ、24,394人、ベトナム、24,52人、デンマーク、19,522人、イラン、16,957人、トルコ、16,430人の順となっている。公用語はノルウェー語である。ノルウェー語には、 オスロ周辺の方言をもととしてデンマーク語の強い影響を受けたブークモール書物の言葉及びデンマーク色を廃止ノルウェー各地域の方言をもとに言語の順化を行い人工的に作られた任意の宿新しいノルウェー語の2種類があるどちらも公用語として制定されているが実際に広く話され理解されている言語の9割近くがブークモールであるまた公式には 二位の宿の使用人口が1割以上いることになっているが、実際には彼らは各地のランスモール、土着の言葉の話者であり、彼らを総称して二位の宿話者とされているというのが実態に近い。人口言語としての二位の宿を用いる話者は少なく、伝統的な共通語、権威語である、ブークモールや外国語を使わずに地域をまたがる、コミュニケーションを行うのは困難であると言われる。 他にサーミ人がサーメ語を使っている。サーミ語人口は2万人程度である。カラショーク、カーソカカーサク、カウト系の、クイダゲイヌカウト系の、ネッセビー、アンジャーガネスビー、ポルサンゲル、ポーランガー、ターナ、ダトヌータナ、コーフヨルド、ゲイブットナ公用度といったサーミ人が多く居住する地区では、サーメ語も公用語である。また、イギリスに地理的にも、 歴史的にも深い関わりのあるノルウェーでは英語のテレビ番組が放送されていることもあり、特に大都市圏では多くの国民が英語に明るい。キリスト教プロテスタントのルーテル教会が多数派であり、ノルウェー国教会の所属が78.0%を占めている2010年現在、1537年に創設されたノルウェー国教会は長らく国教の地位にあった。 2012年にその座を降りた。その他のプロテスタントやローマカトリック等の団体所属は5.4%、キリスト教以外の宗教は2.7%、このうち80.1%がイスラム教人生哲学団体に所属する人の割合は1.7%である。一人当たりの GDP や平均寿命、就学率、成人式字率ともに、 世界的に高く人間開発指数 HDI で世界トップクラスに位置している2006年度1位また世界で最も男女平等が浸透している国としても知られている男女の就労率の差はわずか0.6%で男女間の機会均等社会参加利益などでも男女の差がなく社会的要素の利益が男女の垣根なくいかに自由で平等に 行き渡っているかを数値化したグディ、男女間の機会均等と社会参加の程度を表すジェムどちらも世界一である。かつて徴兵は男性だけの義務となっていたが2014年に女性も対象とする法案が可決したことから2015年から女性の徴兵を開始した。なお GDP に占める税収比は40.5%と上位国の一つであり。 2013年、不加価値税、バットも25.0%と上位国の一つで、ある、2011年。平均寿命は80.8歳、2013年。主に一般税収を原資とした、ユニバーサルヘルスケアが達成されている。国民一人当たりの保険支出は、OECD 各国において、米国に次いで高い。なおアルコールは、国営企業による、 宣売制となっている。ノルウェーでは、婚姻の際には、同性婚姻と、夫婦別姓、複合性のいずれかを選択できる。また、2008年より、同性同士の婚姻、同性結婚が可能となっている。2013年には、移民人口は全人口の14%を占めている。ノルウェー労働党連立左派政権は、移民受け入れは、 安易すぎるとして2011年にうとや島にて、ノルウェー連続テロ事件で青年部を狙われた。2013年9月9日に行われた総選挙では、青年部の生存者を、うとやの声と名付けて、候補者として多数擁立した。しかし、新ポ党、ノルウェーという安易な移民受け入れを批判する政党と、保守党を中とした中道派連合に敗北してゲアした。 以後はノルウェーでは未だに寛容な受け入れ対策するスウェーデンを失敗例だとして言い続けてきた。新ポ党のシルビー・リストハウグ移民統合大臣は福祉国家の豊かなノルウェーを目当てに国内にやってくる移民への審査を厳しくしたため移民制度自体がより厳格なデンマークよりも申請者数激減した。大臣は効果的な話し方と政治、 厳しい境界線には効果がある。昨年、2016年、申請者の数が最も激減したのはノルウェー。今後、受け入れた人々の社会統合をより成功させるためも重要なこと。これからも低い数字を維持するためにも、できる限りのことをしていかなければならない。とするなど、デンマーク、フィンランドと同様に昨今では安易な移民受け入れに、 反対す政党が政権へ影響力を持っている。考古学上の発見が示すところによると、ノルウェーには約1万2000年前には人が住んでいた。彼らはおそらくもっと南の地域、ドイツ北部からやってきて、海岸線に沿ってさらに北上したと考えられている。9世紀から11世紀までのバイキング時代が、 国家形成の統一運動及び拡大の元となった。1130年から1240年までは、王位継承権をめぐる内戦が起こった。国史病などにより、ノルウェー王家が1387年に途絶え、デンマーク廃下となり、1450年より、条約により従属化され、1536年には、正式に独立を失った、デンマークイコールノルウェー。デンマークが、 ナポレオン一世側に就いた後の1814年にスウェーデンに引き渡された。ノルウェー人はこの時独立を図ったが列強の反対により実現できず、スウェーデン王国との同訓連合、スウェーデンイコールノルウェーが形成された。スウェーデン王カール十三世がノルウェー王に即位した。1818 18年にカール十三世が死去すると、 スウェーデンイコールノルウェーはベルナドって王朝の支配下となった。1750年頃から第一次世界大戦とロシア革命が起こった1920年まではノルウェー北部とロシアのアルハンゲリスクの間でと呼ばれる海上貿易が盛んに行われた。ノルウェーで獲れる魚とロシアの穀物を取引し、どちらの社会においても重要度が高かった。20世紀初頭 スウェーデンイコールノルウェーの連合を解消しようという運動が高まり、1905年にノルウェー側からデンマークのカール王子に打診があった。その後、国民投票により君主国家を設立、議会は満場一致でカール王子をノルウェー王として選出した。彼は独立したノルウェーで奉公七世として即位した。スウェーデン政府はこの決定に反発し、 一時騒然となったが、オスカル2世と社民党政府の国民への説得により、ノルウェーの独立が認められた。ノルウェーは、第一次世界大戦では、中立国だったが、第二次世界大戦ではドイツによる侵略を受け、非同盟政策に疑問を抱くようになり、集団安全保障国家となった。また、1945年7月6日には、対日戦線復するが、 ついに戦果を交えることはなかった。ノルウェーは国際連合設立メンバーであり、また北大西洋条約機構、NATO 原加盟国として、1949年に北大西洋条約に調印した。ノルウェーでは1972年と1994年の二度欧州連合への加盟に関する投票が行われたが二度とも否決され、現在も欧州自由貿易連合、 エフタのメンバーに止まっている。ノルウェーの生態は議会制度を持つ立憲君主制である。国王の役割は主に儀式や式典などに限られるが国の象徴として国民意識の統一に重要な役割を果たしている。スウェーデンイコールノルウェー連合王国時代の1814年の法律で国王は議会 または首相を含む内閣を任命するという重要な執行権が与えられたが、ほとんどの場合は議会が国王の名の下行使しいる。1884年には議員内閣制が成立し、内閣の発足には議会の承認が必要となった。これにより国王による任命は事実上形式だけのものとなった。ノルウェー議会。 ストーティングは一員制で169名の議員からなる。2007年の憲法改正以前には単一の選挙で選出された議員たちが、ウーデルスティング、下院127名と、ラーグティング、上42名に分かれ、憲法改正等を除いては二員制として機能する変則的な体制であった。解散はなく、総選挙は4年に一度行われる。 19の県を単位とする比例代表制選挙で150議席が選ばれた後、19議席が得票率と獲得議席との乖離を調整するために配分される。選挙権はその年に満18歳以上となるものに与えられている。なお、ノーベル平和賞の受賞者を決定するノルウェーノーベル委員会の委員は、ノルウェー議会によって選出される。 回にて調印されたノルウェー憲法は、ノルウェーを絶対君主制から民主的な立憲君主制へと変化させた。は、言論の自由、100条、法治主義、96、97、99条などを定めた。主要な憲法改正には次のようなものがある。ノルウェー軍は、陸軍、海軍、空軍及び強度防衛隊の4軍からなる。 沿外警備隊も海軍の参加にある。徴兵制が敷かれており、19歳から44歳の国民は1年間兵役を務める。女性は徴兵の対象から外れていたが、2015年より女性もその対象となった。これにより、ノルウェーは欧州で、また北大西洋条約機構、などで唯一女性を徴兵対象とする国となった。ただし、 良心的兵器拒否を行う者は、代替役務として、社会奉仕活動を選択すること可能である。ノルウェーは、18のフィルッカー、単数形、フルカと呼ばれる県に分かれ、それぞれ番号付けされている。かつて県の地位にあったベルゲンは1973年に、ホルダラン県に編入されたため、13番は、き番号である。県の下に二十二のコモヤナ単数形、 本舟と呼ばれる基礎自治体があるに創生になっている。首都オースロは県であり、基礎自治体でもある。2009年のノルウェーの GDP は3785億ドル、約32兆円であり、神奈川県とほぼ同じ経済規模である。2016年の名目 GDP は3762億ドル、約42兆円で、大阪府より大きく、 東京とより小さい経済規模ある。人口は大阪府の5分の3弱であり、2015年の一人、あたり国民総所得、GNI は93,820ドルで、世界第1位となっている。世界有数の原油輸出国であり、原油はノルウェーの輸出の35%、1999年を占めていたこともあった。1969年に、 国会油田が発見されて以降油田、ガス田の開発が進んだ。国会における石油採掘は国有割合の高い企業。例えばエクイノールでは発行株式の約3分の2億国が保有によって行われており、福祉国家ノルウェーの財政に大きく寄与している。さらに将来の石油、天然ガスの枯渇に備えて原油売上げによる収益は原則として、 2006年度予算では74%、2571億、クローネ、ノルウェー政府年金基金として積み立てられ、2006年1月に、従来の油基金と年金基金が、統合改装、国際的な金融市場に投資されている。国家財政収支は、石油以外の歳入だけで均衡する、要、歳出抑制策を実施しているが、なお、 石油基金からの繰り入れが大きな割合を占めている。2006年度予算では、歳入9339億クローネ、内石油から3483億クローネ、石油以外から5856億クローネ、歳出は6768億クローネ。水資源が多く水力発電は、電源構成比で95.3%を占める。 スマートグリッド構想の焦点である。漁業、林業、工業も盛んである。漁業では、特に、ノルウェーサーモン、アトランティックサーモンや、西洋サバが日本に多く輸出されている。漁業文化が日本と似ており、捕鯨推進国の一つで、ある、ノルウェーの捕鯨を参照。その他、牧畜などが行われている。 世界最大の特殊船舶の製造会社のアケルソリューションズ、国際的第三者機関 DNVGL グループ、白用通信機のレラ社、ソナーのシンラット社、潜水艇のアーガス社、マリンファッションのヘディーハンセンなど、海運に関連する産業が盛んである。ウェブブラウザのビバルディを作っている、ビバルディテクノロジーズ社、オペラを作っている、オペラ社も、ノルウェーの企業ある。 ノルウェー中央銀行が中央銀行として金融システムの安定や物価の安定を目指しているほか別部門のロージスバンクインベストメントマネージメントがノルウェー政府年金基金の運用を行っている税率が高くギネスブックでは最も税金の高い国として紹介されたことがある追加個人税などで所得の100%を超える税金が課税されることがある ノルウェーでは、ウィンタースポーツが盛んで、冬季オリンピックではこれまで数多くのメダリストを輩出するなど冬の強豪国となっている。ノルウェーで開催されたオリンピックは、以下の2大会である。1952年オスローオリンピック。1994年リレハンメルオリンピック。他にも、サッカー、陸上競技、ハンドボールなどの人気も高い。 クラシック音楽においてはロマン派音楽の作曲家、エドバルド、グリーグ、世界的に著名なピアニストのレーフ・オベアンスネス、チェリストのトルルス・モルク、現代音楽作曲家のアルネ・ノール・ヘムなどの音楽家を輩出している。ポピュラー音楽においてはメーヘム、サテリコン、エンペラー、ディム・ボルギルに代表される、ブラックメタルや、80年代後半から90年代初頭に、 かけて世界的ヒット曲を生み出した A、ヘクタール、ゴシック、EBMK シーンにおいて世界的成功を収めた A パプティグマ・バーザーックなどのグループの成功は近年の重要な輸出産業の一つとなっている。その他、ヤンガル・バレクに代表されるジャズや伝統的な民謡の影響を受けたフォーク音楽も非常に盛んで世界的に高い評価を得ており、サーミ人の余育の歌い手、 知られているノルウェー国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が7件、自然遺産が1件、合わせて8件存在する2017年の第41回世界遺産委員会終了時点。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。